ミュージックどうもみのです、本日はですね邦楽の名ジャケという切り口でやっていきたいと思います。洋楽の名ジャケっていうとたくさん思いつくものあると思うんですけども、邦楽となるとなんかね調べてもあんま出てこなかったんですよね。皆さん邦楽の名ジャケ何ですか？なんかパッと思いつくやつ。ちょっとね、個人的に選んでみたんですよね。まぁ、こんな感じで選んでみてどうだろう、なんかちょっと一石を投じれたら嬉しいんですけどもね。なんか一応古いのもリスペクトしつつ新しいのもちゃんと選びたい、そんな感じで選定したつもりです。ちょっとね一個一個見ていってもいいですかね。はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。まずタイマーズのアルバム唯一発金にならなかった方、2枚ありますよね。エレクトリックレディランドのパロの方と、まあもう一個これね、2枚アルバム出てて、まあもう片方の方はねちょっと YouTube でも扱えないぐらい過激なんですけども、まあこっちこれは俺名ジャケだと思います。ウォーホル風のね感じの、アート、まあシルクスクリーンっぽい感じか。そしてタバコ、シケモクがね、こうバーってなってる、ね。このジャケットいいっすよね。このジャケット俺すごい好きです。はい。続いて、これ電気グルーヴのドラゴンですね。これ、俺すごい好きで、てか電気グルーヴめっちゃいいジャケ多くないですか？なんかね、この間、電気グルーヴのアートワークがこうね、ザーッと載ってる、本買いまして、本当にセンスいいっすね。その中でも俺は、これが、ドラゴンが好きです。まあなんか、いろんな意見はあると思うんですけど、電気グルーヴ本当にいいの多いですよね。続いて、これスチャダラッパーのフィスウィール。トゥーザコーチ。和物のヒップホップだったら俺はこのジャケが好きかな。なんだろう、シュダラパーの日常感があるヒップホップがちょっとシリアスに向かってますみたいな感じがすごい伝わる。わかんない。すげえ個人的な印象だけど。はい。名ジャケットだと思います。続いて。あ、これ最近のですね、パンピーの、モダンタイムズ。これめっちゃ良くない？なんかあの最近ご結婚されて、ね、奥さんがあの、ボンネット座ってるバージョンとかも出てたけど、なんかもう早くもこのジャケは、アイコンっぽいステータス獲得してんのかなと思います。はい。どうだろう。このジャケすごい好きですね。なんか楽しいジャケだよね。続いてこれ、あの、コーネリアスのファンタズマですね。これもかっこいいよね。これはなんかすげえパワーあるジャケだなと思います。続いて、これブランキージェットシティのあの CB ジム。これもね、俺すげえ好き。なんだろうね。これ公園遊具なんですかね。うん。これいいよなぁ。続いて、あ、これあの、パフィーのジェット CG ですね。これ、俺大好きで。なんだろうね。なんか、わかんないけど、てか、この名ジャケのこの条件ってまだ難しいですけど、なんかもう本当に印象論になっちゃうんだけど、漂ってるオーラというかね、うん、名作感出てません？この作品、このジャケット。うん。なんかね、そういう本当に印象で選んだんだけど、印象ってとこでなんかすごいズバ抜けてた気がしたんです、これ。はい、続いて、あ、これあの、サザンのベストですね。これめっちゃ良くないですか？なんかよくある金髪美女、お姫様抱っこでね、レスキューしてるみたいな、この絵？それの、なんかあの怪物がやってるっていう感じのあれですよね。これすごい好き。めっちゃ名ジャケだと思うんだけど、どうでしょう？ちょっとベストからですけども。はい。続いて、あ、これね、宇多田ヒカルのファーストラブ。これはもう、パワフル。うん、まあ、これはもう、アイコンだと思ったんで、ちょっと選びました。はい。すいません、浅い理由で。あ、これ、あの、タマの昼寝ですね。こういうシンプルなのもいいよね。わらばんしっぽい、あの、髪にも、ただ、棒人間がね、寝てるだけなんだけど、すごい印象に残る感じあるのかなと。続いて、あ、これね、坂本慎太郎さんソロの、生で踊ろう。これは俺すごい好きで、なんか内容がね、なんだろう、春マゲドン的な週末後の世界みたいな感じなんだけど、キノコ雲とも撮れるようなね、絵が後ろにある中で骸骨姿のね、坂本慎太郎さんがあのラップスティールをね弾いてるっていう、これすげー力強い絵ですよね。うん、色味とかもすごいパワフル、好きです。はい。てか、ゆらてめっちゃいいの多いんだけど、ちょっと悩んだんですよね。まあ、空洞ですなのか、なんかね、めちゃくちゃ悩んだ結果、ちょっとソロから選んだという。続いて、戸川純の、玉姫様。これも結構、暗示的な感じ？うん。トンボとこのね、女性のシルエットが重なっててみたいな。これ、すごい好きですね。はい。続いて、あ、これ、三上寛の、バン。これ、いいよね。これなんか、ポップアートの引用なのかな？なんか、切り抜きみたいな感じなのかな？これすげえね、力強いイメージですよね。続いて、あ、これは、ま、ジャックス。ジャックスの世界か。
はい。これは、歴史的なあのね、位置づけとか、まあ、名盤っていうところの、そういうのすごい乗っかってくると思うんだけど、まあ、名鮭ってそういうとこあるじゃないですか、実際ね。名鮭選ぶとどうしても名盤率高くなると思うんだけど、まあ、これは、ちょっと素敵ですよね。でも、当時の日本人のヒップなね、この感じ、すごい現れてて好きですね。続いて、細野さんのね、細野ハウス。これかっこいいよね。最近のジャケットって結構、バストアップのアーティストのね、写真っていうのすごい多いと思うんだけど、なんかこう現代にもね、全然通用するような、力強いイメージだと思いますね。この鋭い眼光ね、細野さんのね、もう本当になんかこうやる気がバリバリにねある感じが伝わってくる、画像ですね。続きまして、じゃん、これ久保田誠と夕焼け楽団の、ジャケですけど、ゴジラね、ゴジラのこのイメージになんか、月か月が3つ、こう、1、2、3って配置されてる感じ。これいいよね。すごく、日本的だし。ゴジラのそのポップカルチャーとしての価値みたいな、うん、なんかそういうのちゃんと当時からね、発見してるというか、まあ当時からビッグか。でもなんか、ニュアンス伝わるといいな。ね、俗っぽいって思われた時期が当然あったと思うんだけど、なんかちゃんとそういうのをね、クールと、ね、評価して扱ってるってのは俺すげえ素敵だと思いますね。続いて、YMO のね、ソリッドステートサバイバー。まあこれもね、名盤補正みたいなのすげえかかってると思うんだけど、まあ、散々パロディーにされてるね、イメージでもありますよね。なんかもうほんと和製テクノの、もうこれぞっていう感じのイメージじゃないですか。もうファッションも髪型もね、このなんかマネキンの感じとか。続いて、これは、X とブルーブラッドですね。まあ、これも結構名盤補正みたいにかかってるかもしれないけど、なんだろう、このね、クライムオブね、ビジュアルショック、サイケデリックバイオレンスみたいな、だからそういう、もうビジュアル系の語源となったさ、この標語みたいなのが真ん中にこうドンってね、乗ってるあたりとかも、もうなんかいろんな角度で、まあ、デザインも普通にめっちゃかっこいいしね、うん、名ジャケなのかなと俺は、思います。はい。続いて、これプラスチックスのウェルカムプラスチックス。これもいいっすよね。和製ニューウェーブのなんかこの世界観。すげー出てると思う。なんかもう一色ぐらいバージョンあんのかな確か。まあ、俺はこの水色とピンクのバージョンすごい好きですね。これもかっこいいなと思う。続いて、これ尾崎豊ですね。セブンティーンズマップ。17歳の地図と。これもかっこよくないですか？ちょっとなんか、佐野元春とかもこういう感じの衣装で、ジャケット一時期出してたと思うんだけど、これかっこいいよね。この壁をね、飛び越えて、若者のこの、なんかほとばしる感じ、出てますよね、すごくね。すげえ素敵だと思う。はい、続きまして。これはマリンさんの、ラブビート。これもね、かっこいい。なんかミニマルアートみたいな感じで。うん。ジャケがすごい音楽の内容もね、表してますよね。続いて、これキリンジの3ですね。これ、すげえ好きだな。汗ばんでる男2人のドアップでこんなかっこいいって、最高ですよね。このジャケ俺すげえ力強いと思うんだよな。なんか今回選んだものの中でも、トップクラスで俺名ジャケだと思うんですよ。まあ、これに関してはでも結構名ジャケとされてますよね。多分。わかんないけど、本当に方角のその、名ジャケみたいなの、この集合意識みたいなのが、なんかあんまりまだ、この形作られてない気がするんで、はい。まあでも、うん、その中でも選ばれる一枚な気はする。はい、続いて。あ、これフリクションの圧力。まあこれも、ね、結構パワフルなイメージ。危ない感じがすごい出てるよね。まあこれもやっぱ名盤補正みたいなとこあるかな。うん。パッと見でこのなんか重要な作品感がするってのがやっぱ名ジャケなんですかね。わかんねえけどさ。すり込みなのかもしんないけどね。でもなんかこのアルバムもほんとパッと見の力強さすごいあると思うんですよ。続いて、これはサディスティックミカバンドの黒船。まあ、これもね、まあ、すり込みかもしんないんだけど、なんかすげー名作感ありません。まあ、これレコードとかでね、見開きで開くともっと楽しいんですよね。まあ、これ加藤和彦と、まあ、ミカさん二人が飛んでるんだけど、こう、裏は、ね、高中正義さんとかその辺もね、映っててみたいな感じで、うん。ぜひレコードで見たい。ジャケの筆頭かもしれません。続いて、これまあロンバケですね。もうこれは本当にね、名ジャケでしょ。この辺のイメージってすげえ日本の 80s のさ、まあ良質なポップスと結びついてる感ありません。あれなのかな？なんかこのリゾートっぽいけど都会的ってこのなんか相反する感じなのかな？なんだろうな。この衣装のリゾート感の絵を見ると自動的にこの相反する80s の都会的な J-POP を想像するみたいな刷り込みがあるのかな。まあそういうのまあ代表ですよね。はい。いましたよ。いましたよ彼が。いましたよ。いましたよ。
はい、続き。あ、これはまあ、ナンバーガールですね。これもね、かっこいいっすね。こういうシンプルなのをやっぱなんか結構選んじゃったな、俺。うん、まあ、日本のオルタナの名盤、名ジャケで言ったら、これなのかなと。はい、思います。続いて、これはフラワートラベリングバンドの悟りですね。なんだろう、セブンティーズ前半のこういうちょっとハードロックとかって、書き込みがすごい細かいジャケ多いと思うんだけど、まあそういうのの非常に東洋的なね、感じの、デザインで、まあめっちゃかっこいいと思いますね。まあ、これもね、ぜひレコードサイズでね、細かく見ていきたい。アルバムだと思いますね。まあ俺持ってないんだけどね。もうなかなかレアいから。まあ店とかでこう手に取ったことはあるんですけども。うん。よく見ると本当に面白い書き込みなんですよ。はい、続いて、あ、これは村八分のライブ。まあこれはね、俺もう高校ぐらいか、村八分初めて聞いた時にやっぱもうジャケのパワーに圧倒されましたね。ただならぬこのエネルギーがほとばしってる感じ。もうこれでライブでしょ？もうどんな内容なんかってね、すげえワクワクして借りた記憶があります。はい。ジャニスで借りましたね。お茶の水の。これは間違いなく名ジャケだと思いますね。続いて。これもちょっと選ばざるを得なかった。ハッピーエンド風待ちロマン。でもなんかこれさ、ちょいちょいこのジャケットあんま好きじゃないっていう声も聞いたことあって。なんででしょうね。なんか、俺すげえさ、この潔いい感じ好きなんだけどな。決意に満ちた天才4人っていう感じの。ねえ、すごい好きなんですけどね。すげえシンプルで、すげえかっこいい。はい。まあ、これは、ちょっと絶対に選びたかったジャケですよね。続いて、これも、まあ、バリバリの名盤、シュガーベイブのソングス。これでも、センス面白くないですか？だって、老人二人ですよ。なんか、いかにも、この、なんだろう、ちょっと、陽気な感じが全然ないんだけど、ね。内容はめちゃくちゃ都会的なシティポップっていうね。まあ、そのギャップ、そこすげえ好き。まあ、あと個人的には、枠内の枠のジャケ好きなんですよね。ちょっとフェチだけど。そう、こういう、まあ、ロンバケとかもそうだけど、こういうのすごい好きなんですよ。続いて、これはま、頭脳警察のファースト。これも力強いですよね。まあ、3億円事件のね、犯人のモンタージュでしょ？確か。うん。だったと思うんだけど、ほとんど引用だけど、まあ、これはでもちょっと、目に引くジャケですよね。ほんと一発で見て覚えられるジャケというか。続いて、あ、これミッシェルですね。これ、めっちゃかっこいいと思う。これなんかもう、これは俺マジでトップクラスの名ジャケだと思いますね。めっちゃかっこいい。文字入ってないジャケってやっぱ力強いよね。この、なんだろうね。すごい違和感あるじゃん。この目出し帽の全身黒の人が。しかもこれ海外のスーパーなのかな、これ真ん中に立ってるって。この感じ。こういう、なんだろうね。わけわかんない感じのが名ジャケ多い気がするな。国内外問わず。はい。続いて、四人囃子の栄色即発。これもまあ、力強いですよね。なんか、プログレ感一発でこう伝わるジャケなんだけど、でも方角感もめっちゃ出てるというか、なんだろうね。普通に西洋風のね、この絵画チックな、ジャケだけど、なんかこれピンクフロイドでもイエスでも、キングクリムゼンでもないしね。なんかそういうすごい、方角感、これも刷り込みなのかちょっとよくわかんないですけどね。なんかものすごい俺は、ね、日本って感じのイメージするんですよね、これ。続いて、犬の飯食うなんですね。まあ、これも筆頭でしょう。これも本当にただのね、顔のね、まあ、ドアップだけど、この力強さ、表情、そして一発でこのパンク感って伝わりますよね。絶対にジャズとかブルースとかじゃないしね、この感じ。すごいよな。まあ、これはやっぱ名ジャケ。まあ、これもよく挙げられるやつですよね。はい、という感じで、一般的に名ジャケとされてるやつはなるべく入れたつもりだったんですけども、独断と偏見で選んだんですが、皆さんいかがだったでしょうか？ぜひ、この、なんだろう、方角名ジャケの集合意識みたいなのをね、作っていきたい。おこがましいかもしれませんが、コメント欄とかでね、これ、上がってないじゃないかっていうのはね、ちょっとぜひ教えてもらいたいなと思います。はい、そんな感じで、それでは、Bye-bye.